しょうがないみたいだね。だったら早くやっつけよね。この装置なんて、一体誰が。そんな、絶対に止めないと。ここにいると地脈エネルギーを君とパイモンは先に避難。でもいくらティナリでもオイラたちも残る。わかった、なら一緒に探そう。もしかしてお前、どこに隠し扉があるかし。気をつけた方がいい。お、誰かここで地脈を抽出してたのはお前なの。どうして何も言わないんだ。ビビってるのか。ひどく痩せてるし。あ、君を。あいつ何やってるんだ。さあ、部屋の配置、資料室に何か手がかりが残っ。よく何か見つ、実験ノートがいっぱいあったけど映像。うん、ソロン派は昔でも。じゃあ早く。ちょっと待ってね、どうやって再生するのか確認するから。カカタカカタ、まったく、しばらく目を張って。お前そこにいたのか。早くおいで。このアバッドイがここで大活躍して、キョレインにのさばる骨董頻度も感服させてやる。お、お前も嬉しいのか。いいか、カカタ、臓器を模した遺跡からの毛、そして時が。大丈夫だ。カカタって、あの機械ガニの。このアバッドイっていう学者はキョレインに何。思い出したよ、後輩。それがどうかした。いよいよ学級に年齢。そうだ、もちろん年齢も大事なことだけどね。パイプは奥に続いてる、早く行ってみよう。
刀は技を支え、匠は宝を有す。立ってるね。珍しいな、ま、どうやらコーヒーを入れるのは。よし、ハサミのパーツに。ほっと、こんなことお前にはわからないか。大丈夫、新しいパーツと取り替えてやったから。もう動いてみて、違和感がないか確認してみろ。次は気をつけ。なんだ強霊院のやつ。ただの夢だ。まあいい。アバッドイは強霊院を出た後、恩師。僕はあの時カカタのためにパーツも。とにかく シリアルナンバーを見るか。乱雑な字だね。これはきっとアバッドイの心理状態。もう一つカカタが手伝。それはどうだろう。すまんカカタ、少し前の時エネルギーが少。これは非常沈脈を今後のエネルギー源に。機械生命をカカタ、生物の臓器を模倣したところで、機械は冷たい道具に過ぎないとあいつらは言う。おい、言語、感情、動作、お前らの機能をできる限り充実させ。お前は中でも一番特別な存在だが。スカカタ、うん、数日以内。これはここからさらに。こんな時に限って心臓おかしい。まずい、装置を止めるんだ。まずい、やはりカカタ。なるほど、アバッドイが不慮の死を遂げた時。そうだな、それはカカタが本物の生命というより、そういう機会。でもカカタは確かに話せはしない。それってもう少しすれば地脈抽出装置の。木の透明の床だ。なんだか迷宮みたいだね。よっ。
下にあるのが最後の部屋だ。制御ユニットもきっとそこだよ。でももう道がないぞ。飛び降りてみるか。やっ、ついてきて。一応目を覆えば。失礼。捕まえた。くらえ。熱々でしょ。ほっはっ。見えないだろ。まだやり残したことが。いって、全力攻撃だ。話が通じないなら叩くまで。痛がっちゃいないよ。やっ、やっ、それ、やっ、燃えろ。いいとよ、交錯せよ。踊りなさい。手こそぎにしてあげる。目くらまし。てっよっ、うん、さっき。やるんだね。お腹。多分制御ユニットの電源を切れば。地脈を壊す。今はきっと。死というものが理解できないんだ。それでもかつて故障した時、アバッドイにパーツを交換してもらったおかげで正常に戻ったことを覚えてたんだろうね。確かにカカタに思考能力はないし、わからないことも多い。だけどそれでも子供と同じように大人を真似するんだ。だから機械パーツを奪ってたのか。でもあいつがどんなに頑張ってももう修理することはできないんだよな。うん。でも大事なのはカカタにアバッドイを直したいという考えが生まれたことだ。どうやって生まれたのかはわからない。でもその考えはアバッドイが設定した本能さえもしのいでたんだ。もし僕たちの推測が本当なら、これは凶霊院を揺るがすことができる研究だよ。古代の技術ではできたのかもしれないけど、現代の科学で成功した人はまだいない。おい、カカタ、聞いたか。お前きっと、むしろ今まで僕は地脈彼らを。
地脈抽出装置は止まったよ。空気中にはまだ地脈エネルギーがかなり残ってるけど、漏出の源は立てたから、この量なら浄化装置で処理できると思う。あとは手遅れになる前に地脈の影響を受けた人を治療しないと。告知板に汚染区域の危険性を書いて、患者がコレイのところに向かってくれるようにしよう。キョレインの機械生命に。そんな。君たちは先に戻ってて。地脈漏出の源は塞いだけど、空気中の地脈エネルギーはまだ普通より高い。このままじゃ君たちの体が持たないよ。君はともかくここの研究所、仕事は片。あ、そうそう。わかった。you